プレイストの、お尋ねしにくいんですが、イソルガシオンさんは肉食になられたんですか。いやいやいや。そこは別に、そうだよな。かしこまって聞く必要はない、ないよ。それが一番聞きたいと思う。案外、脅せました。デート中では携帯いじるもんだから、指摘を外して好きに見てみたんです。他のとこも話しては出てきたりするもんですが、浮気してんのと不安になって。けど、メールの受信履歴とか見てみたら浮気なんてもんじゃなかった。受信場とかはほとんど男だ。でも、それは予想できたんじゃないか。確かに独占欲が強すぎるのかもしんないよ。実際さ、もっとまあ、その当時どうだったかわかんない、高青年だったかどうかわかんないけど、普通10年上ってなるとね、本気で好きなのかなって思ったりはするぜ。普通。そうだな。まあ、そりゃ、まあそうよ。まあもう刺す気だよ。そう、それで、なんて言ったの？人の携帯見るの最悪だけど。まあ、どっちもどっちか。そこから先は正直よく覚えていません。どういうことそれ？ああ、気がつくと俺は逃げ出しで追いかけてました。騙されていた、信じなかった、付き合った時間は何だったんだ。いろんな感情が混ぜこぜになって、必死に、ただひたすら。まあ、逃げ出しちゃったんだ。なんか、そうだな。そういうタイプって、なんか尽くしちゃうタイプって、なんだろうな。察する速さも重要になるかもしれないよね。まあそこ難しいところだけどね。なるほど。篠田とかって女とも知り合いました。あいつは篠田から俺を聞いてるらしく、俺を年るなりずっと後悔してくれます。さっさと他の女捕まりゃいいのに、おめえしくて気持ち悪いって。俺がどんな気持ちでいたかも知らないくせに、いかがなに警察まで呼んで。話しかけてきたのだって、シオンから俺のことを聞いて興味本位でって、シオンのやつ、俺のことを自分の棚に上げて説教ばかりする落ち込みだって笑ったらしいんです。それで、与田さんは SNS を利用したんですか？なぜそれを？失礼ながらあなたが書いた文明を読ませていただきました。それとネットの掲示板についても。そうですか。あのメッセージを送った直後ですよ。あの忌々しい女が行方不明になったのは。与田さんがどこでそれを知ったんですか？話をお聞きする分に、シオンさん本人やその周辺から隔絶されたように思いましたので。母親がうちの実家まで電話してみたいで、最近シオンを見かけなかったかとか。で、俺の事情を知らないうちの親が他に、俺に連絡をしてきたってところですよ。それであなたも独自にシオンさんを探していたのですか？ですが、それであなたも独自にシオンさんを探していたんですか？ですが、会ってどうするつもりだったんです？僕にはとても彼女が謝罪をしてくる人物に思えないんですが。どうするつもりだったんだ？復讐？ですが、恋人だったわけですし、そう思ったのは俺だけだろ。あ、そうさ、俺あの女に遊ばれてたんだよ。絶対に許さない。あの女のせいで俺の人生めちゃくちゃだ。死ねばいい。あの女死ねばいいんだ。誰も渡さない。俺の手で復讐するまで、誰も渡すものか。これってさ、これ取り調べ中にそれ言われたらもう、あれできないじゃん。釈放できないじゃん。ですが、自分はこの男の気持ち分かっています。愛すべき妹に投げられた心の傷はきっと埋められないほど深いのであります。妹がいるからこそだろうか。ああ、小暮、ああ、そうだっけ、小暮って。そんなか僕の脳裏は過ぎるのは、かつてキャモイズ教が聞いた言葉だ。愛情が伝わらすぎるとそれに憎しみが変わる。報われない愛を抱き続けながらもこんなにまで悩み続けた与田さん。確かに、まゆみさんの言葉通り、次の恋愛に進める、その通り。進めればこうならなかったのかもしれないし、なんだろう。まあ、それが無理なのかもしれないけどね。けど、昔から馴染みがあって、信頼を捨てていた人物に裏切られた。本当に昔からじゃん。ショック、こんな、もう、ちっちゃい子供の時からでしょ。決しておめでたいものではないか。それを思うと一概に彼ばかりを責めることはできないのではないか。精神的に喋るのが限界みたいですね。
ちなみにさっき取った調書によると、篠田真由さんを誘拐したのは峯岸志穂さんの行方を聞こうと思ってのことらしいです。ああ。うん。育ったのは僕たちがケアオライにいる間で店から出てきたところで後頭部を殴打。家まで連れ込んだのに逃げられることを恐れての犯行だと供述しています。なるほど。それで無事に返すとか言ったんですね。報告によれば部屋から失踪に関する情報はどうです。ネットの犯罪行為に関しては憎しみなのに行ったらしいですか、きっと。なるほどね。田さん、確かにあなたはシモンさんに被害者かもしれません。けどあなたの方が犯罪者になるんです。そうなんだよなぁ。気持ちはわかるか。あなたの行いを一歩間違えれば児童福祉条例に違反しますし、教科書などの罪状にも問われる。個人的な気持ちはわかりますが、こればかりは。なんだそれ、随分おかしな話じゃないか。あいつの方が詐欺とかも問われてもいいのに、未成年だからって何してもいいのか。だからそうな、これ難しいところなんだよな。本当にそのなんだろう。加害者も悪い部分あるし、被害者にも悪い部分はあった。けど、その罪状的にね、加害者が、それは罪が重くなることの方が多いですし、そうですよね。人間関係ってまだ難しいもんがありますよね。婚約などもしていたそうですが、口約束である以上相手が否定すれば証拠不十分になります。残念ですが、それが日本の法律なのです。なんだそれ。ふざけんな。それじゃあ、あの女が何度人を騙しても罪に問われないっていうのか。悪いのは全部騙された俺たちで泣き寝入りしろっていうのか。裁判ともなれば、情状酌量の余地もありますが、この場合は。正直に言って難しいでしょう。言われる側にも責任はありますが、シオンさんがしてきたことも裏付ける確証がなければ。じゃあ逆に、なんだろう。まあ、これが全く許されないことであるとして、今までのことをボイスレコーダーかなんかで撮ってたら、裁判では、なんだろう、罪を少なくできるっていうのは違ったけど、あっちを逆訴えたっていうのかな。だったら俺たちはどうすればいい？そういうのは犯罪者呼ばわりされても俺は絶対あいつを許さない。絶対復讐してやる。だってこの世の中間違ってるだろ。先輩、あとは担当刑事に任せましょう。もう言いたいことはない。俺は間違ってないんだ。あのクソ女を保護する逮捕。ああ、もういいわ。聞いてるだけでヘドが出るから。あなたの言ってることはおかしいのよ。え？いや。じゃあちょっと鴨泉の言い分聞こうか。警察を舐めないでほしいよね。裏は取ってあるわ。シオンさんの携帯の履歴に男かと思う。え？くー、そうだったか。今さっきあなたってところを矛盾する。これってどういうことかした。だからあいつが携帯をいじって消して、通信会社の持ってる記録まで消せるなら彼女をハッカーとして CIA に推薦してあげる。さっき言ったこと全部あなたの妄想じゃない？ふざけんな。幼い時が知り合った記憶がまるっきり嘘だったのかよ。なんなら母親に聞いてあげてもいいけど、今すぐここであなたの大好きな携帯電話でどうする？それとももう一度丁寧に思い出してみるかしら。嘘だ。俺は確かに彼女を、だからプレゼント、クレジットを使いまくって全部差し出して、借金なんてできないでしょうに。え？金流れは捜査の基本でしょ？とっくに調べたわよ。あなたは人生において借金したことなんかないでしょ？ま、法廷外金利を要求するところなら知らないけどね。違う、そんなところじゃまともな。もういいわ。じゃあそのプレゼントだけど、彼女に直接手渡しした。その時彼女は嬉しい笑顔を見せた。だからほんとね、その現場を見ないとね、どっちが悪いとかね、あんまり、わからん。俺は？なんで言ったの？俺は。さて、どういうからくりか知りたいでしょう。一体、どういうことでしょうか。篠田真由美のね、彼女の言動がおかしかったのよ。彼と紫耀さんの関係を示す話の情報源が全て余談に偏ってたわ。なるほど。だから警視庁内のコネを使ってシオンさんの周辺を調べてたのよ。そうしたらヨダの言ってること、私が知っていることも矛盾し始めたから、ある疑いを持ったってわけ。その疑いとは何でありますか？ストーカー化するものには何種類か分けられる。一つは、色恋沙汰の末にああいった行動に出てしまうタイプ。そしてもう一つは、彼女に対する思い込みが妄想を生み、現実と境目がなくなってしまう。あー、なるほど。あー、なるほどね。
逆恨みは一番じゃないタイプなの。ああ、それが彼というわけですか。そういうこと。篠田は意味は嫉妬みたいな、与田の言うことを勝手に信じたんでしょうね。なるほど。ただし、峯岸師匠が与田に付きまとわれていることは事実よ。どうしてわかるんですか。与田の番号は確かに着信機にされていたのよ。つまり、彼と篠田さんは確かに接触終わった。それは、本当に事実を裏切るけど。だがそれは篠田さんの足力を教えるものではなかった。一体彼女はどこに。なるほどな。なんかこれだけ、なんか感情的に訴えられると本当のことかと思っちゃうよね。返済しても帰ってくると、僕たちは言葉を交わさないまま互いの席に座る。与田さんの突起に当てられたのか、小暮さんはじっと黙って、特に小暮は感情移入してたからね。うん、だがそれでも僕は警察官なのだ。その役職についている以上、被害者がどんな人であろうと助けなければならない。残された可能性の中で何が正しいのか。これもまた難しいことになってきたなぁ。事件ってこんなにあれなんだなぁ。ややこしいんだなぁ。当初はストーカー犯罪の可能性が濃厚だった失踪事件。もう最後聞いてると、犯人を突き止めたくなってきたんだけど。現に被害者であるシオンさんは未だに見つからないままだ。宮城さんの話を聞く限り彼女を狙うストーカー与田さんだけではない。だが僕には失踪した理由が他にあるように思えてしまう。やはり見落としてるだけで試着室に何らかの仕掛けが隠されているのか、それともハグルさんが言うようにあの土地に住み着く怨念が少女をさらっているんだろうか。そうなんだよね。なんかもう目まぐるしく変わってきましたね。こうオカルトの方に進めようか、科学の方に進めようかっていうね、二択をね、揺り動かされるようなことが何個もあったから、今回の話めちゃくちゃ長いから。今までこれパート10くらいにもうすでになっていますもんね。これまで起こった謎の回、聞き込みの内容から推理するのは、まあもちろんトリックがあるに選択するとカーフルートですね。で、ソフィー・オルレアが関係しているとすると、オカルトルートです。さあ、どっちに行きましょうか。でも、ここまで来たらね、シオンさんに、がどうなってるのか知りたいし、シオンさんを、本当に、なんだろうね。最初にっていうか、本当の犯人が知りたいと思いました。やはりこの事件は人為的なものだ。何者かが捜査の盲点について取り組み犯行を行ったに違いない。捜査の盲点か。つまり誰かが犯行を読んでもおかしくないということだ。いや待てよ、どうして僕は温厚になる人間が犯人と決めつけ、そうか。その可能性もあんの？シオンさんの性格やそこを考えてストーカー犯罪の可能性が高かった。そうね。人間をちょっと、なんだろう。恨ませやすいっていう部分もあるよね。全く容疑が外れてる人間だったしよ。そんな人間にとってストーカーという危険地格好の隠れ身だったんではないでしょう。だろうか。これとは逆に一番容疑がかからそうな人間。それは、どう考えても K オールレアの人間。失踪現場にいたからこそ逆に容疑がかからない。普通ならまつげを疑わそうなものが今回に関してはそれはない。なぜならシオンさんは不可欠解な聞き方をしたからだ。それを裏付けるのは監視カメラのテープと犯行の目撃者がいないという状況。失踪当日にシオンさんに関わったと思われる人物は、高島さん、寺島田さんのみ。間接的にであるがカメラ室を管理していた店員も店内状況をチェックしていたんだ。防犯カメラもね、あるって言ってたし。もし店内の人間が犯行に行ったとしよう。監視カメラの映像をうまく編集すれば同等でもなる。問題はどうやってあれだけ人の目をかいくるかだ。その方法はやはり。まあ、そうだね。だから、試着室で何かが起こったっていうのは、まあ俺もあることだし。何らかの細工。そのアロマキャンドルの匂いを細工してなんか、こう、ちょっと睡眠薬じゃないけど、なんだろうね、体をこうだるーくさせるような匂いに細工してたとか、納得いくまで調べたが全ての鍵はやはり試着室にある。僕にはそう思えてない。じゃあ逆にオカルトルートにでも
俺は試着室に目をつけてようと思ってたから、まあそれはそれでいいかな。これまでは公共の朝から違う方面に推移してた。だから規模会社ゆうかさんを迎えに行ったあの時、明らかに日常生活で書かない詩を感じた。うん、強い匂いね。大瀬さんはアロマキャンドルを焚いてと言ってた。しかし本当にそれだけなのか。真にリラクゼーション効果を求めならあの配合はかえって逆効果だ。素人の僕にでもわかるぐらいだ。もしあの匂いを意図的に出しているとしたら、さあ、さあ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 、これがどうなっていくかだね。しかもそれが、なんだろう。その店が女しか入れないんだったら、女の犯行である可能性も十分にあり得るんじゃないかなと僕は思います。まあ、80点ところかしらね。与田まみが逮捕されたあたりから、私は、高島紅が怪しいと言っては、まあ、たまた50段を。まあ、鴨泉はね、ここまで推理編に行くんだけど、犯人は当てないことが多いんですよね。確か。じゃあ、高島紅、僕もちょっと睨んでたんですけど、ないのかもしれない。お、こんなとこにおったか、お前ら。警部殿、なんでありますか、自分たちは今忙しい。オアシスとかした。インド、オアシス。オアシスだよ、もう。なんか、例も感じないしね、ここだと。もう邪気にすんなよ。風見お客さんやで。僕に。そや、何や上でロビーで映ってたな。ほら、さす、ぼさっとしろと上がってや。あなたは。あ来たよ。突然押しかけてしまって申し訳ありません。寺下さん、とにかくお書きになってください。立ち話だな。よく来てくださいました。それで寺下さん、どうして警視庁にいらっしゃるんですか？何かお店で言えないようなことでも。ええ、そこまで大した話ではないですか？その、どんな取り留めでもないようでも、内容でも結構です。気になることがあるのでしたら、我々にお話ししていただけませんか？あ、やめたんだ。けど、昨日あなた方の応対した後、マネージャーに呼び出されてまして、それでこれを。茶封筒。すいません、中身を拝見させていただきます。月給にしては大きな数字が記載されている、明細書。すごいでありますな。ブーティックの店員とはこんな高級なのでありますか？そんなことありません。普段はこの半額くらいです。けど、お店の都合でやめてもらうから、その分色をつけておいたって。給料日の先ないのに何だか気味が悪くて。急にやめてほしいって言われたんだ。それで僕たちがご相談に来たんですか？失礼ながら経営難で低削減などの可能性は絶対にありません。あそこはお客様の金銭感覚もおかしいですし、火の上の3期であったよ。それ、言っていいの？お客様の金銭感覚もおかしいですし。すごい正直に言うな。3期だ。なんと、真面目に働くのが馬鹿らしくなるわね。出回っているのはブティックと関係ない男子たちのお金ですけど、私よけど。込み入った話ではありますが、あの勝利だけそんな大金を？もちろんそれだけではありません。逆商売ですから笑顔が絶やせませんけど、相手してるこっちまでおかしくないそうで。お給料が良くなければ、さすしだってさすとやめてました。常になんか、めちゃくちゃ愚痴言ってんじゃん。よっぽどだね。ちょっと、これはちょっとストレス溜め込んでたね。心地お察しします。確かに、あの、事情でした。おかげで毎日働く意欲を保つのが大変でした。それは、他の店員さんも一緒なんですか？はい、こんなお店ですか。ですから、みんな、耐えきれなくなって辞めていくんです。興味本位に入ることはわかるんですが、気がついた時もいなくなってしまうし、第一、ブティック、おかしいことだらけじゃありませんか。大社さんもそう思っていたんですね。傍ら目にはおかしくても、内部の人には、あの状態は当然なのかと。そうか。そうかそうか。店員もそう思ってたんだね。高島店長は誰かに、確かに誰の相談にでも乗ってくれるといい人ですけど、あの炊飯され方はちょっと理解できないですよね。あれじゃまるでどっかの宗教みたいじゃないですか。そうね。高島くれないは単に相談に乗るだけだったのかしら。それとも何か特別なことでも。見てる分におかしなことありませんでした。高島店長がするのは納得するまで相手の話を聞いてあげて決して否定はしない。その上で心の底からお客様の境遇に同情し、涙まで流すんです。感受性豊かで優しい人であります。けど相手が間違っても咎めないのは何か違うかなんて。なるほどね。なるほどなるほど。そういう意味で上記を逸してる人か。なるほど。そうね。ああいう好き勝手な環境に育った子供は怒られ慣れてない。
だからこそ頭ごなしに説教する相手を疎ましく感じるものよ。なるほど。いいこと言うね、カムイズミ。高島くれないは他人事だからこそどんな無責任なことでも言える。今回の例を挙げれば、峰岸沙織、本当の方が当人には悪人を思えてしまうものよ。過ちを、そう人間がどうしても変わらずにね。楽しい話であります。今日は聞こえた腹が立ってしょうがないであります。この現代によって正しいことをしている人間が報われている例は少ない。逆に間違ったことを意図的に行っているものが富や名声、称賛を得ることだってある。憎まれっ子世にはばかるみたいな、部分はちょっとありますね。そのことにどんなに異を唱えて矛盾を投げこうとも、それが世の中なんだ。民主主義といえば聞こえはいい。だから裏を返せばどんな手を使っているよりも多くの賛同を得られた人間が勝者となる。なんだろうな。まあ、お客さん、取引先が、まあ、慕ってくれれば、常にお客さんとしていてくれれば、まあ、景気にも左右されないし、っていう部分では、あるのかな。そういう心理を心得てるからだろう。だからまあ、とりあえず同情してみたいな部分。まあ、高島さん本人がどういう性格なのかわかんないけど、そういう風に、なんだろう、商売してるみたいな。この状態ですから、お店で何か起こっても、こんな、誰も気に留めないんです。おまけに変な嘘までつかされて。嘘？それはどういうことですか？大したことではないですか？あのお店には個人業務というのがありまして。そういえば以前、防犯ビデオを見せてもらった店員さんもそんなこと言ってましたね。彼女もあの翌日続けて急に辞めてしまったんですが、その時妙なこと言ってたんです。なんであの嘘をつかなくちゃいけなかったのかって、内容を教えてくれませんでしたが、アホざめた顔で言ってました。また嘘ですか。寺下さんがついた嘘というのはどういったものですか。決してあなたを不利な立場にしないと約束しますから教えてください。消えてなかったんです。え、実はその峰岸さんは試着室でなんか消えてなかったんです。え、ん、しかし捜査を手根手隠させるその言葉に思わず耳を疑ってしまう。よく話が飲み込めないでありますか。どうしてそんな話を、そうだな。こんなくだらない嘘をついて一発殴られて気が済まないわ。ごめんなさい。確かに嘘をついたのは褒められることはありません。ですが、あなたはそれを罪悪感を感じていた。だからここに来た。なるほどね。そう言えって言われて、まあ言ったわけだから、それは罪悪感は残るわな。事情を話していただけますか。あのお店は研修期間を終えると個人業務が言い渡されます。私に与えられた業務は体調を崩すお客様を店の奥まで運ぶことでした。個人業務のうちの一つだよね。これが本業じゃないよね。先日、マミヤ様と同じように、峰岸さんも試着室に入って体調を崩されて、それで私が店の奥まで運ぶ。それは役だからね。解放は別の店員なんだ。今までと同じように倒れるお客様がいても、翌日にはこれを同じ通りに買い物していましたし、けど、峰岸様だけは違ったんです。それまで毎日来てたのが3日過ぎても姿を現しませんでした。それに警察の方も来て、行方不明だって聞かされて、だんだん怖くなってきて。それならなぜ捜査陣を打ち明けてくれなかったんですか。嘘つくように言い合わされるタイミングなどなかったように見えましたが、それはその、個人業務に携わる手には、ある規則が定められておりまして、規則ですか。はい。どんな些細なことでも、お客様のプライバシーを漏らしてはならない。これを破ったものは売り上げに相当する罰金を課せられているもので、売り上げって、さっきの、はい、程度によるもので、仮にもので1日分、重いものになると1月分もの支払いの要求が来るんです。まあね、特に、そうか、それがなかったらやめてたってぐらいの話だから、守るのかな。言ったところで、高島さんを崇める人間には反感を買うわけだし、自分にはまるで利益がない。そう考えると、表面上には嘘をついてでも割のいい給料を得る方が得だ。きっと誰もがそう思ってしまうのだろう。まあ、給料ね。まあ、大事だよね。高島くれないという人物は、つくづく人間の心理を理解しているわね。確かに。まあ、そういう人が、なんだろうな。上に行くのかな。こうまで徹底してると感服してしまうわ。否定はしませんが、個人業務に携わっている人間は、みんな首をかしげています。私にしても防犯ビデオを見られた時点で嘘を追求されると思ったんですが、その分は見事に編集されていたわ。あなたの言い分をまとめると、先に辞めた店員が編集を受け負った可能性が高いわね。そんな。でも私たちは何も知らないの罪ね。もしくは高島くれないが人さらいの犯人だとすれば、あなたたちも犯罪に加担していることになるわ。自覚がないまま、ね。そんな。嘘よ。だって、私たちが普通に仕事してただけ。悪いことなんて何もしていない。
自覚がないだけよ。時には些細な嘘が人の人生を壊すことだってあるわ。めちゃめちゃ突き刺さること言うね。不特定多数の人間は嘘をつくことによって虚構が真実となった俺らの噂にま、ああ。はい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 。すべてが一致するわけではないか、そのメカニズムは今回の事件と類似。高島くれないという絶対的な教祖がすることだから、目撃者は無条件に目をつむる。崇拝してない者には制約をつける代わりに相応の対価を支払えばいい。この上なく残酷で無慈悲な仕組みだが、もしさらわれた少女たちが高島さんの信奉者だとしたら、そうすれば自らの意思で家に帰らなかったものを名付ける。何せ彼女たちには、高島さんの元以外に居場所はないのだから。とにかくこれで決まりね。早速俺らに家宅捜索にごやよ。待ってください。秘密の漏洩を知ったら、今度は私が、まあ、どうでしょう。これもどっちかがバッドエンドな気がしてならないんだが。まあ、いや、でも、ここまで来てたらないか。カムイズキに応じたが。しかし、寺下さん聞いてください。僕はなるべく寺下さんを落ち着かせるよう言葉を選んで。はい。貴重な証言のおかげで、KOL らの犯罪性が濃厚になりました。ことは一例を争い、一刻を争います。今この瞬間にも次の犠牲者が出ているかもしれません。高島さんが何らかの犯罪に加担しているとなれば、我々が身柄を押さえます。護衛のものをつけるようにしますから、どうかここはお許し願えないでしょうか。待ってください。鴨居君の先輩。我々警察が市民と約束を はい。犯行にするわけには参りません。男を国で総長、ここは自重していただくようお願いいたします。そうか。それに護衛といったもの、令状なしの捜査に護衛なんて無理だろう。亀崎坊、確かに小暮さんの言うことも一理あります。ここは一日だけ待ってみてはいかがでしょうか。寺さんもだいぶお疲れのようですし。でも一刻争って言ったのは、風見なんだけどね。よし。さあ、向かうぞ、K オルデアへ。